それは今でもそうなんです。高博さんとつい最近出会ったのに、リニアはもっともっと昔に高博さんと出会っていて、そして今の生活をもう何十年何百年も続けてきたような、そんな錯覚を覚えてしまいます。レイさんだってきっと最近出会ったはずなのに、それがまるで出会いが古すぎて思い出せない、そんな感じがしてしまいます。記憶が曖昧で、何が新しくて何が古いのか、その境界線があやふやなのです。はい、申し訳ありません、お役に立てなくて。なぜレイさんのことを聞かれるのですか？ん？はい、それでは失礼いたします。高博さん、調子ですか？調子はですね、調子は普通です。はい、普通です。ご本をお探しですか？エスペラントですか？エスペラントで書かれた聖書ですか。だから言葉だけは初めて見た言葉でもすぐにわかるのですよ。はい。聖書って不思議な本ですよね。お茶を入れてきますよ。高博さん、なぜ嫌な顔をなさるのですか？微妙な言い回しですね。でも、頑張ってリニアさんのような美味しいお茶を入れてきます。お待たせしました。今日はダージリンティーです。
かなされました？ダージリンにジャムを入れて飲みましょう。え？苦味を殺すって？わかりませんが、北の大陸に伝わる飲み方らしいですよ。北の大陸では、古くは紅茶にジャムを入れて飲んだらしいんですよ。体が温まりますよ。さっきから何か気になることばかり言いますね。では、お入れしますね。どうぞです。紅茶というぐらいですから赤いですね。赤いですよね。本当はですね、ウォッカやブランデーも入れて飲むんですよ。ジャムはママレードなんかでもいいです。ウォッカやブランデーを入れてみましょうか。私もいただきます。あ、そうだ、私はウォッカとブランデーを入れてみましょう。あ、さすがにウォッカとブランデーがなかったので、イチコと泡盛を持ってきました。それでは、とても美味しそうです。って、あれ？なぜ高弘さん泣いているのですか？それでは、いただきます。はい、おいしいです。痛いと暖かいは違うような。はい、ポカポカしますね。ポカポカですね。
おかわりはいかがですか？そうですか。そういえば、今日はお勉強ではないのですか？そうですか。では何を？おかわりを飲みますか？そうですか。いっぱい作ったのに。絵本を読みましょうか。そうなんですよ。今日本社に頼んでいた本が届いたのですよ。少し待ってくださいね。星の銀河というお話なのですよ。なんでも一部がまた発見されたみたいなのですよ。私もまだ読んでいないのですよ。高弘さんとこれを一緒に読んでよろしいでしょうか？でも一部だけみたいですよ。はい、それでは読みますね。昔々あるところに年端もまだいかぬ幼い少女がいました。お父さんとお母さんを亡くしてしまった少女は、住む小さな家も眠る小さなベッドすらなく、帽子と服、そして情け深い人に恵まれた一切れのパンを手に一つだけ持ち、寒空の町の中をさまよい歩き続けていました。さまようこの幼き少女に、町の人は誰も何も与えようとしません。温かい毛布も温かいスープも人のぬくもりも、肌寒い町は人々を早歩きにし、この少女の姿すら見えないものとするようでした。彼女はそんな町をただひたすら南の方に歩くことにしました。昔お母さんに、南はいつでも暖かく食べ物がたくさんあると聞いたことがあるからです。小さな小さな少女の足では、いくらいくら歩いても南の暖かい国に着くことはありません。それどころか、町の外に出る壁すら見ることがありません。信心深い少女。小さな小さな彼女は、それでも歩き続けました。なぜならば、彼女のそばにはいつだって神様がいたからです。ボロボロの服の中、彼女の胸には、母親が作ってくれた針金で作った十字架が彼女を守っていました。だから彼女は、少しずつでも歩くことができました。灰色の空の下、少女は小さな足で一歩ずつ石畳を進んでいきます。すると、道に倒れている一人の男が少女に声をかけます。ご少です。何か食べ物を与えてください。お腹がペコペコで死にそうなのです。少女は何のためらいもなく手に持っていたパンを差し出します。おじさんにも、神様のご加護がありますように。彼女はたった一切れのパンを失ってしまいました。小さな足で
彼女はまた歩き始めます。冷たい灰色の空の下を南へ向かって、すると少しも歩かないうちに小さな男の子と会いました。病気で寒くて死にそうなんです。何か着るものをください。男の子は言いました。少女は微笑みながら男の子に言います。神様が共にありますように。そして男の子の頭に自分の帽子をかぶせてあげました。さらに先へ進むと、また別の小さな男の子が現れました。貧しくて服を買えない男の子です。神様の心が私たちにもありますように。彼女は上着を男の子に与えました。するとそれを見ていた女の子が言いました。私にもスカートをちょうだい。だってみんなにもあげたでしょ。小さな少女は言います。はい、あなたにも神様の温かいぬくもりがありますように。やっとのことで小さな少女は町の壁にたどり着きましたが、もう辺りは真っ暗で町の外に出るための門は閉まっています。小さな少女は仕方がないので、そこで一晩過ごすことにしました。すると今度は服すら着ることができないような女の子が現れました。女の子は無言で震えながらただ少女を見つめていました。暗闇の中、誰も来ないような町外れの門。彼女はとうとう最後に身につけていた下着までその子にあげてしまいました。彼女にはもう胸に残った針金でできた十字架しかありませんでした。彼女は十字架を抱いて眠りました。ありません。原点が紛失してしまっているようですね。それ。さっきは南の国だったじゃないですか。